ほんなら、うん、いつかもう一回取ってもいい、うん、じゃあ今度、はい、構えてください、はい、トップ上げてください、トップ、はい、うん、ただ、うん、今度、ね、うん、こっからいきましょうか。どういうこと、こういったら、うん、ここで指緩めて、うん、指緩めて寝かせんの、クラブそう寝かして、うん、はい、この状態から、うん、この状態から絶対シャンクでしょ、する、でも、うん、足なんか足が前行ったシャンクしないっていう、うん、こうインサイドから何でか言うたら、うん、ほとんどね右に目標がある時に、うん、デイビスさんはシャンクするでしょ、ほな右に打とうとするけど、これからも絶対ヘッドをインサイドから持ってこようとするはずなんですよ、うん、だそれでも足が大丈夫やったらいいか、ええ、ここまで潰しておきましょう、もともとインサイドからやったらシャンクしやすいですからね、うん、長いな、うん、長いな、長いな、うん、この極端なことまで潰しとかないと出るんですよ、うん、これは寝てるから、あ、ね、もういや思いっきり寝かせてください、はい、わ、ほんまや、わ、ほんまや、今めっちゃシャンクした感じやったけど、ああああああ、ちょっと見せてあげて、今シャンクした感じやった、ああああ、せないと右から回せないです、うん、そうやね、うん、右からドロフック打つ感じで、うん、ちょっとここまで潰しとかないと、はい、そのシャンク撲滅とはならないんで、はい、そう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 、おー、ドロ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 、そうです、ちょっと足生やしただけやね、先生天才やね、いや、あれです、まあまあ、僕はもうあの変なんです、難しい話じゃなくて、まあ、体の原理原則が分かってるからね、うん、今の最後のやつなんでな、うん、こうインサイドで、うん、そうこうボールをこうかけたみたいな感じで、どっちかというとクラブよりもこう、うん、こう足でサッカーをしたみたいな、とその後クラブが来るぐらいです、あ、すげえや、クリークも全然全然何も不安もないですよ、クリークは、ね、スプーンもね、前よりね、もうね、はい、今の打ち方なってますわ、うせやん、もうなってますわ治ってる、うん、うん、あとはもう左 サイドのターンのスピード上げたら、うん、多分ね、はい、もっと飛ぶんちゃうかな、びっくりするぐらい、うわうわうわ、すげえ、直打ちで260、うわ、ちょっとチート、あ、熱取ってこれ団子ボールで、ちょっと数字見てや、ボールスピード71出てる、これすごいな、いずき見て、いや俺これ打てるかな、キャリー267、トータル290、え、軽くさ触ってるだけでしょ今、そうだね、いやボール、あの
構お気に入ってるから、うん、硬いやん、いつきこれ、うん、あ、そう、測って、うん、どうでしょう、同じぐらいいってんじゃん、いやー、いや、もうちょっといってるか、いってますね、うん、これね、うん、ボール所属が1個上がった、あ、ほんまこれね、通りますよ、ほんまやな、で、中身は柔らかい、柔らかい、柔らかい、うん、これ多分ね、300いきますわ、いくな、うん、あの、僕普通に自分のあの V 版やったらいくと思う、うん、これはちょっとね、うん、上に出す、球低かったから、いやー、でも全然いけると思う、うまいな、十分、お気に入りでこれです、うん、ほんまやな、あの、ゆっくり振った方がゆっくり振った方がいい、うん、うん、いいですね、見取り数は全然違う、で、パラダイム捕まるからさ、うん、ちょっと敬遠してたんですよ、あ、でもね、多分ね、捕まる原因は多分違ったと思います、あ、そうですか、こうなったら多分捕まると思う、あ、なるほど、低い球を打つと、なんか捕まる意識が、うん、うん、低いドローです、すごいな、もう測れへん、測ってないな、まあでも、あの、あれですよ、デイビスさんは、はい、手足長いから、はい、あの長いのクラブ使っても、はい、全然普通の人と比率一緒やし、はあ、44.5 やったから短いぐらいですもん、あ、そうですか、うん、コントロールはしやすいしやすいと思うんです、はい、ナイスナイスナイス、ナイス、ティーアップされてる安心感かな、棚自身もサイドスピンでそんなかかってないから、はい、ちょっと右に出ても安心感あるでしょ、はい、ね、はい、で、あの、そのアイアンのシャンクの間ドライバーはすごく良かったんやけど、うん、そのなんか、まあ、これに変えたことによってもかもしれないけど、どっちかを殺せるんですよ、あ、例えば右側かんかったら左に、はいはいはい、あのポール自分でこう、はいはい、練習場のポール立てて、はいはいはい、左側広く使ってこうやって打っていったりとか、うんうんうん、そういうのが見た方向に球を打てるようになったんです、うんうんうん、ベンタスのあの黒使ってる時は暴れもやったんですけど、でもね、ひょっとしたら、はい、ドライバーってやっぱりこういう打ち方なんて引っかかるって感覚で分かるじゃないですか、はい、だからこの度合いも少なかったんじゃないですかね、そうなんかね、うん、もうどっちかというとほんまに適当な感じで打ってるから、うん、その結果的に先生ここ詰まってない、うん、あ、そう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 、もうドライバーなんかティーアップされてるから、うん、すごい適当に打ったらええわと思って、ナイス、適当な感じでしょ、一生懸命打ってないんですよ、ナイスです、はい、もう十分でしょ、十分ですよ、ほんで270ですか、はい、そんな感じ、はい、今日はほんまに良かったです、じゃあ、はい、ということで、はい、じゃあ一番初めに、はい、ね、デイビスさんのレッスン始めますっていう時に聞いた、うんうん、シャンク病は治った感じがします、治りました、あ、早い治りました、そうやね、だって自分が決めることですもんね、治ったか治ってないかはね、多分治ってると思います、ね、はい、次回はいつですか、次回は私の体調によります、はい、まあ、ただ、私も頑張って、ね、はい、行きますので、まずは、はい、デイビスさん、はい、コースにいる音量を、はい、
まずはちょっと回収してもらって、またその結果も、はい、まあ、報告してください。よろしく、はい、はい、はい、ありました。ということで、デイビスさんのシャンクは治りました。ありがとうございました。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お